はい。皆さん、こんにちは。中村紀子です、えー。重要過去問解説講座の18回目になりますね。えー、今日は建築確認の問題を見ていきましょう。えーまあ、例によってですね、えー、長い問題文が出ております。えー、足の1と2があの建築確認に関する問題ですかね、えー。一つ一つ見ていくことになります。それで、あのー、まあ、最初にね、あのー、 お話したいのが、法令上の制限、これ苦手だという人は非常に多いです。ただ、宅券試験ではですね、宅券業法と法令上の制限、ここをがっちり固めて、得点していくんですね。その上で、どれだけ権利関係で上乗せできるか、権利関係で差をつけられるかが勝負になります。法令上の制限、苦手だと言わずに、しっかり勉強していく必要があります。そのためにはですね、 うーん基本知識をしっかり覚えるということですね、まあ、いつも言っていることを、えー、もう聞き飽きたということかもしれませんが、でえー、その基本知識を覚えるということは、ですねつまりその覚える範囲を絞るんですね、あい、のーえー、曖昧な知識をです、ね、増やしても得点にはなりません、曖昧な知識を増やしても得点にはなりません、従いまして、覚える範囲を、まあ、絞るということ、まあ、その代わりそこをしっかり覚えていくんだ、えー、これが大切になります。 まあ覚える範囲を絞っている以上です、ね、まあ、知らないことが出題される可能性もあるんですね。まあ、仮に知らないことが出ても慌てない、うん自分が、ね、しっかり覚えてないことはですね、他の人もまあ曖昧なまま、うん、知らないんだと、えーまあ、それぐらい自信を持てるようになるまで、えー、しっかり基本知識を固めていきましょう。 はい、早速問題を見ていきましょう、えー、問題文ですね、最初に3階建て、延べ面積600平方メートル、高さ10メートルの建築物、まあ、こう書いてあるわけなんですね、でまあ、この言葉を見た瞬間にです、ねまあ、思い出してほしいのが、あの建築物の種類という話ですよね、建築物の種類という話です。 うーんまあ、わざわざ問題後に面積を書いてある。まあ、今回の問題では3階建てということを書いてあるので、まあ、大規模建築物とかですね、毎、え、日、ーまあ、は特殊建築物ではないか、えーまあ、200平方メートルを超える特殊建築物、まあ、こういったものではないかということを、ま,あ、あのまずはチェックしてほしいんですね。で大規模建築物、もうこれ大丈夫だと思うんですが、木造であれば3階建て以上、も、まあ、しくは面積500平方メートル以上、 高さが13メートルを超え、の北が9メートルを超えるものは、まあ、木造であればですね大規模建築物だと言ってるんですね。で木造以外、うん、鉄筋コンクリート作りとか鉄骨作りであれば、もう2階建て以上であれば、これは大規模だよ。200平方メートルを超えるんだったら大規模だよと、まあ、こういうふうに言ってるんですね。まあ、大規模建築物の方が、より、まあ、建築にあたってのチェックが厳しくなる。そもそも建築基準法というのは、まあ、建築物の安全性とかですね、 周囲への環境の維持というために建築物の最低限度を守る基準を定めているわけですから大規模建築物にはより厳しいチェックが入っているということですね。今回で言えば3階建てということ、面積も600平米、これは木造であろうが木造以外だろうが大規模建築物だということになるわけですね。問いの一番でですす当該建建築築物が木造であり都市計画区域外に建築する場合は 確認済み証の交付を受ける受けなくても、えー、その建築工事に着手することができるまあ、これが、えー、足の一番ですねそれであの確認済み証の交付と言ってるんですね確認済み証まあ、建築に関しての確認済み証ですからまあ、いわゆる建築確認ですよね、えー、建築確認が済んでるよ、えー、建築地確認を下ろしたよまあ、そういうあの確認済み証がなくても建築できるのかどうか 言い方を変えればです、ね、建築確認が必要な建築物なのかどうなのか一定の建物は建築確認、この建物を建てていいよということを OK もらってから建てるんだという話だったと思います。で建築確認が必要な建築物の確認になるんですがこの建物はです、ね、都市計画区域外にあるということですね。 都市計画区域外って、まあ、そもそもです、ねまあ、人もあまりいませんし、えー、自由に建物を建ててあまり規制は受けない地域でしたよね。まあ、しかしながら、その都市計画区域外であってもです、ね、えー、建築確認が必要なところがあったわけです。例えば、今、赤丸で囲いましたけれども、大規模建築物ですね、全国どこであってもです、ね、大規模建築物、これはです、ねえー、建築確認を受けなければだめだよと。 まあ一般の建築物であれば、ねまあ、都市計画区域内等、まあ、この等の意味はまあテキストで確認してほしいんですがん、まあ、普通の建築物だったら都市計画区域人がたくさん集まっているところだけ、ね、建築確認を受ければいいんですが、まあ、大規模建築物、まあ、大規模というぐらいで、えー、まあ万が一壊れた場合とか、ねまあ、影響が大きいですからこれは全国どこで作るにせよ建築確認を受けてくれとこういう話になっているわけですね。 今回の建物は大規模建築物でした3階建てですし延べ面積600平方メートルですが従いましてこの建物は全国どこで建てるにしても都市計画区域外だとしてもですね建築確認が必要です建築確認済み書の交付がなくてもね工事着手できるよこの問題文は誤りだ建築確認必要なんだこういう判断ができるようになってくださいということですねこの足の足について言えば えー、大規模建築物は全国どこでもだんだね、えー、この建築確認が必要な場所ここをしっかり押さえてくださいということになりますはい足の2番です、えー、用途が事務所である当該建築物まあ、当該ってのはそのって言うですね建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は確認を受ける必要はないという問題文ですね えっと注目していただきたいのが、えー、用途を変更するということですね、まあ、用途変更、まあ、今回であれば事務所から共同住宅に用途使い道を変えるんですね用途っていうのは使い道です、えー、使い道を変える場合に建築確認がいるのか、まあ、こういう話になってくるわけですが、えーね、建築確認必要なのは、うんまあ、新築とか、まあ、増築、えー、増改築だけじゃないですよね 場合によっては大規模修繕、も替え、用途変更も建築確認が必要なんだ。でこの用途変更に、えー、用途変更においてですね、建築確認が必要なのは、今科学で囲ったところですね、200平方メートルを超える特殊建築物の場合だというんですね。特殊建築物の場合だというんです。であの問題文にあります事務所、これは特殊建築物ではありません。しかしか えー、用途変更した後の共同住宅ですね。共同住宅。これは特殊建築物です。うんまあ、多くの人が集まるので、まあ、防災上の配慮が必要。寝泊まあねあのまあ、ネットりするからという考えでもいいかな。事前せよこれ防災上の配慮が必要、えーね。本来特殊建築物でないものをですね特殊建築物に用途変更するわけですから、これは建築確認して、えー、建築確認を受けてですね、 うんまあ、その防災上の設備も整っているよと、問題ないよという OK をもらってからでなければ立ててはいけないということですね。したがいまして、この足の2番の問題、確認を受ける必要はないという問題は誤りだということになります、誤りだということですね。はい、それでは足の3番ですね、えー、確認していきましょう、えー、当該建築物には有効に飛来設備を設けなければならない。 まあの建築確認の問題ではないんですけどもね、まあ、確認していくということですが、あの20メートルを超える建築物、これはの原則として飛来設備が必要でしたよね。20メートルを超える建築物、これは原則として飛来設備が必要だった。で、今回の建物ですね、3階建てで、まあ、延べ面積600平米、高さ10メートルね、高さ10メートルなわけです。 とすればですね、これは、まあ、飛来設備を設けなくてもいいということはすぐにわかるわけです。えー、つまり何が言いたいか、まあ、あの、20メートルを超える建築物は、まあ、原則として飛来設備を設けるとかね、うん、31メートルを超えたらば、非常用消耗機とか、まあ、そういう知識を覚えることはもちろんなんだけれども、えー、それをですね、こういった問題に当てはめて解いていく、問題に当てはめて解いていく、まあ、これが大切になるわけです。 はい、3番はえバ、ー、ツだということですね。誤りだということです。えー、足の4番ですね。えー、っとまあ,あの足の123がですね誤りでした。この問題はあの正しいものを選びなさいということで、まあ、足の4番が、えー、正しいだろうな。ということはまあ、推測しながら読んでいくんですけどね。え、4番用途が共同住宅である。当該建築物の工事を行う場合において。 2階の床およびこれを支持するハに鉄筋を配置する工事を終えたときは中間検査を受ける必要があるとこういう問題ですね。えっと足のうちさんがまあ、えー、誤りなんで4が正しいはずと、この様相がつくわけなんですが、この中間検査ね、まあ、中間検査が必要だというのはですね、まあ、知っていたとしてもですね、どういう場合に中間検査が必要なのか、まあ、そこまではなかなか覚えられないもんですね。あのー。 建築関係の仕事をついている人以外は難しいと思います。であの今回、まあ、これは、ねうんまあ、2階の床に、えー、を指示するような梁を、えー、に鉄筋を配置する、まあ、こういった場合には中間検査がいるということですが、うんまあ、ここまで覚えなくてもいいですよ、宅建ねそれよりは1番から3番までの知識をしっかり身につけるこれが大切です、えー、範囲を広げすぎないこれもです、ね、試験においては大事なことになります。 まあ足の4が、ね、明らかにこれ誤りであれば、1、3に振り返って何か引っかけがないかと探していくんですが、4番、聞いたことがないようなことが出た場合には、ね、これはもう、えー、気にしなくていいんだなと、足1、2、3、まあ、事実上の三択問題として考える、で3つともバツだから4番は丸だと、まあ、こういう考え方で大丈夫です、まあ、それぐらい割り切りがないとです、ねえー、試験合格できません、あの必要な知識あの、ね、いろんなことを覚えすぎていると、いつまでたっても終わりませんからね。 どこかでこうまあ、限界と言いますか、えー、ここまででいいんだとこういうふうにあ見切る必要も大事ですはいこの問題で確認すべきことですねこの問題で確認すべきことですまあ、建築物の種類とかですね建築確認が必要な行為まあ他にもえと開閉設備かなこれが阿久のさで出ましたけれども こういったことを、この一番、丸一丸に、えーね、慣れないうちは、ちょっと複雑に感じるかもしれないので、えま建築確認の表とかですね、建築物の種類、これしっかりまず、え覚えましょう。その上で、知識を問題に当てはめて解くということですね。自分の持っている知識を問題に当てはめて解く。今回で言えば、3階建て、延べ面積、え600平方メートル。 高さ10メートルの建築物ということですね。これに当てはめて問題を考える、解いていくということですね。基礎知識を確実にする、知らないことを聞かれても慌てないということも大切です。足の4番なんかね、そうでしたね。消去法で解いていくということです。あのテキストに書いてあること、まあ、それをしっかり覚える、まあ、それで合格です。 本試験でこんなことを聞かれてるじゃないかってそこばっかり気にしすぎちゃうとですねいつまでたっても勉強が終わりません人間が記憶できることには限界があります皆さん方が宅球試験に避ける時間にも限度があるはずですね自分が知らないことはみんな知らないそう思ってですねテキストに書いてある以上のことはいらないんだそう割り切ってくださいテキストを信じて勉強する信じる力が強いほど合格するという話をしたはずですテキストを信じて頑張っていただければと思います 本日の講義は以上です。合格目指して頑張りましょう。